こんばんは。ゲーム屋はです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。それでは引き続き、第41回、横井文平さん特集、後編をご覧ください。テーマ3、横井文平さんの素顔。1980年発売のゲーム&ウォッチは、空前の大ヒットとなり、その後シリーズ化され、1991年まで新作が発売され続けました。さらにその間、横井さんは、バルーンファイトや、メトロイド、ファミコン探偵クラブ、ファイアーエムブレムといった、ファミコンやディスクシステムなどの、ゲームソフトのプロデュースも手掛けています。ただ、今回調べた限り、ゲームソフトのプロデュースに関する資料はとても少なく、関係者の証言と、横井さん自身の言葉が、わずかに残されているのみです。バルーンファイトは、横井さんの、浮遊感があって、対戦もできるゲームを作ったらどうや、というアイデアに端を発しているそうです。そして、第4回ゲーム屋でも紹介しましたが、岩田悟元任天堂社長が、春研究所時代にプログラムに携わった作品で、スーパーマリオブラザーズの海の面における、マリオの泳ぎの浮遊感は、バルーンファイトの岩田さんのプログラムを参考に作られたそうです。当時、若き日の岩田さんは、京都に出張し、任天堂本社の一室を借りて、一人部屋にこもり、プログラムを行っていました。すると突然、ロマンスグレーの紳士が部屋に入ってきて、何も言わずに椅子に座り、開発中のバルーンファイトのテストプレイを始めました。当時はまだ、お互いに面識がなかったため、岩田さんは、ロマンスグレーの紳士のことを、横井さんだとは知らず、どうしたらいいか困っていました。横井さんは、長時間テストプレイを続けた後、こことこことここを直しておいてと岩田さんに言い残し、部屋を出て行ったそうです。後日、ゲームが完成に近づき、横井さんのアイデアにより、バルーントリップという、一人プレイ用のモードが、新たに加えられることになりました。岩田さんは、このモードをわずか3日で仕上げ、また例によって、ロマンスグレーの紳士がふらりと現れました。今度は面識があったため、岩田さん、ご苦労様ですと声をかけてから、横井さんはテストプレイを始めました。しばらくして横井さんは、これまた例によって、岩田さんに修正を指示します。普通なら、修正に1時間はかかるところを、岩田さんは席を立とうとした横井さんを呼び止め、恐ろしい勢いでキーボードを叩き始めると、すぐに修正を終えてしまったそうです。さすがの横井さんも、そのあまりの速さに、もうできたの?と声を上げて驚いていたそうです。こんな風にして、ゲーム&ウォッチとファミコンの成功により、任天堂がおもちゃメーカーからゲーム企業にシフトしていく中で、横井さんの仕事は、自分で何かを手掛けるというよりは、時間に追われるようにして、部下たちのプロジェクトを管理することが、大半を占めるようになっていたようです。そして、会社の急激な成長によって、子供の頃から好きだったものづくりの仕事は、結果として、横井さんから遠ざかってしまいました。そんな中、ゲーム&ウォッチのマルチソフト化構想として、ゲームボーイの開発が始まります。横井さんは、企画当初から、画面はモノクロにすることを決断していたようです。それは、以前に山内社長からもらった、当時の携帯型カラー液晶テレビが、1時間ほどしか電池が持たないことを知っていたのが、その理由の一つです。また、価格の面でも、ファミコンよりも、安い価格で発売することが市場命題だったことが、モノクロとしたもう一つの理由になります。実際の性能は、ファミコンに必ずしも劣るわけではないのですが、小さい画面という一点を取ってみても、消費者の心理としては、ファミコンよりも高価格であっては、とても納得してくれないだろうと、横井さんは呼んでいたそうです。しかし、ファミコンとは違って、いくらモノクロとはいえ、ゲームボーイには液晶モニターが備わっているため、はじめは、どれだけ機能を削っても、目標の価格設定には達しなかったそうです。そこで横井さんは、自分の液晶テレビを分解してみたところ、コストカットできる技術を発見し、価格に関しては、なんとか目処をつけることができました。ところが、ゲーム&ウォッチの開発に関わった、シャープの液晶の料金提示が思いのほか高く、今度はそれがネックとなってしまいます。一方その頃、液晶事業に新規参入しようとしていたシチズンが名乗りを上げ、横井さんの想定に見合う料金を提示してきました。
一時は、シチズンに乗り換えることも検討したようですが、シャープは土壇場になって値段を下げ、これで無事、計画は実現化へ向けて動き出します。ところが横井さんは、ゲームボーイの開発の過程で、ご自身曰く、人生最大の失敗を犯すことになります。それは、ゲームボーイの試作品を山内社長に見せたところ、画面が見えへんやないか、もう売るのやめやと言われたことに端を発していました。当初、ゲームボーイの液晶は、電卓用の液晶を転用することを想定していました。電卓は、机に置いて使われることが多いため、上の図のような角度で、一番見やすいように設計されています。しかし、ゲームボーイの場合は、コントローラー部分が画面の下にあるため、本体を持つと、ほぼ正面に近い角度で、プレイヤーは液晶を見ることになります。つまり、本来の想定とは違った角度で液晶を目にしたため、山内社長は、画面が見づらいと言ったわけです。横井さんは工場で、その液晶を視察した際、電卓を見る角度で確認し、シャープに OK を出していました。そして、横井さんから了承を得たシャープは、40億円をかけて、ゲームボーイ専用の液晶工場を作り始めることになります。そんな状況下で、山内社長から、もう売るのやめやと言われてしまったわけです。値段に折り合いをつけてくれたシャープ。40億円の工場が無駄になってしまうかもしれない。それから半月の間、横井さんは食事も喉を通らず、なんと栄養失調にまでなってしまいました。一時は、自ら命を絶つことも考えたそうです。するとしばらくして、シャープから電話がかかってきて、新技術によって開発された液晶で、問題が解消されるかもしれないと伝えられました。しかし、まだそれは実験の途上で、確証が得られるまでは、あと1週間はかかるとのこと。シャープの40億円が不意になるか否か、運命の1週間。そして1週間後、横井さんが確認をしに行くと、その新技術は、なんとか商品化に耐えうるものであることが明らかになりました。約10年前に、シャープの液晶を事実上救った横井さん。この時はシャープの液晶技術に助けられました。横井さんは、遺産で山内社長に新たな試作機を見せに行きましたが、当の社長は、横井さんが、この半月の間、どんな思いで過ごしていたか知る由もなく、横目でちらりとそれを見て、それやったらええやないかと言ったそうです。横井さんが激しく脱力したことは言うまでもありません。そうしてゲームボーイは無事発売され、任天堂 DS に抜かれるまで、世界で最も売れたゲーム機として君臨しました。また、ゲームボーイの開発にあたっては、地道な研究を続けてくれた滝義弘さんと、伊豆下武弘さんに対し、横井さんは自身の著書の中で謝意を述べています。そして、その一翼を担ったのが、ソフト類型売上、約5億本を誇り、ゲームボーイ版でも、世界で3500万本の販売を記録したテトリスです。そして横井さんは、テトリスが形合わせなら、色合わせにしようというのは、誰でも考えつきますよねと、あるインタビューで語っています。誰でも思いつけるかどうかは、大いに疑問ですが、そうしてドクターマリオが生まれ、累計350万本以上の大ヒットを記録しました。その後、1995年に、バーチャルボーイが発売されます。今回いろいろ調べてみたところ、この商品には、いくつかの悪条件が重なっていたことを知ることができました。当初、横井さんは、子供やお年寄りをターゲットに想定して、この商品を作っていました。ファミコンからスーパーファミコン、プレイステーションへとハードが移行していく中で、売り上げは堅調であっても、ゲーム人口そのものは先細っていると、横井さんは考えていたそうです。開発当初のコードネームは、バーチャルユートピアエクスペリエンス。仮想空間における理想的体験。当初、3D ゴーグルは、サングラス程度の大きさのものを想定していましたが、CPU から妨害電波が発生していることが判明し、それが電波法に抵触してしまったため、電波を内部でガードするために、ゴーグルを大きくせざるを得なくなり、覗き込むタイプのものになりました。もしかしたら、このゴーグルの使用が決定した段階で、子供はともかく、お年寄りをターゲットとした構想は、崩れかかっていたのかもしれません。あかんでもいいやないか。任天堂にはこれしかないという気持ちで臨んでいたと、横井さんは後に語っています。また、横井さんが独立後に立ち上げた会社、株式会社ことの現在の代表である久保田和弘さんは、次のような証言をしています。当時、
NEC で半導体チップを設計していた久保田さんは、バーチャルボーイのプロジェクトに参加していました。久保田さんは、バーチャルボーイの発表会で、横井さんと顔を合わせることになります。久保田さんは、発売おめでとうございますと、横井さんに声をかけました。圧倒的名声を誇る任天堂。開発者は横井さんですし、大ヒット間違いなしと思っていたと、久保田さんは10回しています。しかし横井さんは、もうヒヤヒヤものやでと答えたそうです。久保田さんはその言葉を、不安の表れだったのだろうと解釈したそうです。そして、バーチャルボーイは1年後に生産終了となり、横井さんはその後、ゲームボーイポケットを手掛けた後、1996年に任天堂を退社しました。横井さんは、ある一定の年齢になったら、自分はもともと任天堂を辞めるつもりだったと、複数のインタビューで語っています。僕を拾ってくれたのは任天堂。だから感謝しているし、喧嘩は彼でもない。任天堂では、年間1000億円以上売れる可能性のある商品というものを基準にしています。年間に発売できる商品のラインナップが、一般企業に比べて少ないからです。しかし、そのようなアイデアは、おいそれと出るものではありません。この重圧は大きい。上場企業になった以上、株主への責任もある。選択肢はおのずと限られてくる。私は一生アイデアを出し、おもちゃを作り続けたかった。企画開発ができる環境を整えるため、以前から考えていた、独立という道を選んだのです。これが退社の唯一の理由なのです。また、横井さんはこのように語っています。本当に売れそうな商品なら、退職後も、任天堂に頼んで売ってもらうこともある。現に、辞めるにあたって、山内社長にも、そういう場合は、協力していただくようにお願いしました。つまり、山内社長の方から、恩情として、横井さんに対し、いつでも協力するからなと、社交辞令的に声をかけたわけではなく、横井さんの方から、退職後の協力を、山内社長にお願いしたということです。当時は、山内社長のワンマン経営に嫌気がさした、あるいは、バーチャルボーイ不審の責任を取ったなど、横井さん退社の理由をめぐって、噂が飛び交ったそうですが、横井さんのこの証言が事実であれば、不仲説や責任説は、考えにくいのではないかと思います。これは一般論ですが、責任を取って会社を去る人間が、ましてや経営方針に不満を感じている会社に、退職後のお願いをするなど、普通は考えられないからです。横井さんは退社後、自分の会社を立ち上げ、携帯ゲーム機、ワンダースワンの開発に参加しました。1997年、10月3日、金曜日、午後4時ごろ、ワンダースワンのチップ設計に携わり、当時、まだ NEC に在籍していた久保田さんは、横井さんの会社を訪れていました。すると、奥から横井さんが現れ、二人はいくつかの言葉を交わし、横井さんは、明日はゴルフ屋と言って、楽しそうに会社を後にしたそうです。そして日曜日の朝、久保田さんの元に、一本の電話がかかってきました。電話の相手は、横井さんの後を継いで、任天堂の開発第一部部長に就任していた、伊豆下武博さんです。久保田さん、落ち着いて聞いてくださいね。10月4日、土曜日。石川県の北陸自動車道上り線で、知人男性が運転していた車が、前方の軽トラックに追突し、横井さんは、追突した軽トラックを動かすため車外に出たところ、後続の乗用車にはねられ、同日午後9時、搬送された小松市民病院で、外傷性ショックのため死去しました。葬儀の席で、久保田さんは、山内社長の姿を目にしています。葬儀が終わり、参列者がいなくなった後も、山内社長は、しばらくの間葬儀会場に留まり、椅子に座ったまま、悲しみに沈んでいたそうです。そして、山内社長は、納棺の際、横井さんの亡骸に向かって、このバカがと、涙ながらに口にしたと伝えられています。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。次回のゲーム屋は、8月15日更新、取り上げるゲームはただいま検討中です。決まり次第、Twitter や YouTube コミュニティでお知らせいたします。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。